放越の歌は1908年にアレクサンドル・スクラービンが公共曲第4番作品54として完成させた作品。スクラービンが神秘主義に傾倒した後期の代表作として知られている。日本語の放越は訳であり、言語のままエクスタシーとして理解すると良い。この表題の意図については性的な絶頂を表すと考える他に、 宗教的な喜びを表す、あるいは両者を包含しているという解釈もある。オルガン、ハープ、チェレスタなどを含めた四巻編成の大オーケストラによる単一楽章の楽曲であり、自由な形式の公共誌とみなされていた時期もあるが、拡張されたそなた形式をとっている。それまでの三曲の公共曲とは異なり、決まった調整を持っていない。その代わりに、 神秘主義に傾倒して、以降のスクリアービンの作品で頻繁に用いられる、神秘和音を完成させた。ピッコロ1、フルート3、オーボエ3、イングリッシュホルン1、クラリネット3、バスクラリネット1、ファゴット3、ホルン8、トランペット5、トロンボーン3、バスチューバ1、ティンパニ、トライアングル、シンバル、バスドラム、タムタム、カネ、グロッケンシュピール、チェレスタ、ハープ2、 オルガン、弦五部演奏時間はおよそ20分。弦のトレモロと木管を伴い、フルートによる意気消沈した主題が現れた後、独奏バイオリンやピッコロなどに受け渡される。やがてクラリネットによるゆったりした旋律が形を変えるなどして助奏を締めくくる。主部ではフルートが助奏で使用された2つの動機をモチーフとした主題を提示する。 やがて大きくうねるように盛り上がり、金管楽器のトランペットによる頂点がたびたび繰り返される、など、ありがとうございます。